皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今、秋を迎えて紅葉の時期を迎えたアルプスに来ております。本日目指すは唐松岳。車が向かうは黒菱駐車場。目の前に見えてきたのは白馬三山。めっちゃ綺麗。うわ、紅葉やっぱやっぱやっぱ、やっぱりオレンジとか大好き。オレンジよね。およそ200メートル先、目的地は左側です。むっちゃ綺麗。今日絶対モンベルの表紙できるで。シムコンやで、胸キュンやで。黒菱駐車場に到着しました。まだ早いのは分かっています。でも言わせてください、満足です。今からリフトを2回乗り継ぎ、標高1850メートルにある八方池山荘まで向かいます。往復1680円でチケットを購入しました。もちろんリフトに乗らなくても歩いていくことはできます。何でしょうか。どうしたらいいのでしょうか。この風景、私たちはまだ車から降りてリフトにしか乗っていません。ありがとう日本、ありがとう長野県、ありがとうアルプス。私一つ目のリフトを降りたところに展望デッキやハイキングコースがありました。これから始まる参考の受援賞を獲得した白馬三山について、私風情ですが少し説明をさせていただきたいと思います。お、では行きます。白馬三山は富山県と長野県にまたがる3つの山のことを言います。向かって右側が白馬岳、真ん中が杓子岳、左が白馬槍ヶ岳です。これらは富山県側から見て立山の後ろ側になるので後ろ立山連峰と言われています。後ろ立山連峰は南側から針の木岳、北の白馬岳の付近を言います。本日目指す唐松岳もこの後ろ立山連峰に入ります。白馬岳は白馬大雪渓と百花繚乱の高山植物が魅力の名山であります。また白馬方面から唐松岳に縦走も可能です。こちらを縦走するには日本三大キレットの一つ、カエラズキレットが待ち構えています。天狗の大下りを降りた付近がカエラズキレットです。特に難所とされているのはカエラズの剣と呼ばれている1峰と2峰の間の付近です。核心部とされています。勇敢なるハイカーたちはこぞって挑戦されているようです。私チャチコは指をくわえて眺めているだけでございます。駐車場からリフトに乗り、黒菱平で展望を見ましたね。リフトにまた乗り、八方池山荘に到着しました。今から1時間かけて八方池へ向かいます。八方池までの目印になるのは杓子池ルン、第二ケルン、八方ケルンがあります。三つのケルンを目印にさあ行きましょう。こちら八方池までのハイキングコースの地図になります。八方池山荘からお手洗いがある第二ケルンまでは登山道コースと木道コースを選べるようです。見た感じですが唐松岳には登らず
八方池で周回し下山される方がほとんどのように思えました。暑いぐらいになってきた。登山道コースは岩がゴロゴロしていて歩きにくいですが、展望は良好です。木道コースは歩きやすいです。左側通行、左側通行、あ、こっち左側ってこういう日本の左側ってことやろな。あ、びっくりした、こっちか。おお、近なってきたな。マジですか。木道でね、きついとね、かなり辛いですよ。山頂でね、きついと。ね。はあ、めっちゃ綺麗。半端ない。石神井ケルンに到着しました。標高は1974メートルです。ハイキングコースでこの景色を見れるなんて、そりゃ人気出ますよね。家族連れでこの大パノラマを見に来られている方もたくさんいました。この絶好の天気バンダナが巻こうかな。あと900メートル。八方尾根の八方は見晴らしがいいことや、唐松岳から四方八方に尾根が伸びていることに由来するそうです。また八方池は標高2060メートルにある自然にできた池です。雪解け水や雨水がたまった神秘的な池になっています。9時55分、第二ケルンに到着しました。太陽が熱くて、首に巻いてあったバンダナを、顔を覆うように巻き直しました。10時3分、八方ケルンに到着しました。第二ケルンと八方ケルンの間は、そんなに距離はなかったです。この後は何が待っていますか？この後は何が待っていますか？そうです。待ちに待った八方池です。あれよ、塩馬岳から縦走してくるってこと？そういうことや。すげえな。八方池に到着しました。おや、上から見た八方池はモスグリーンでしたが、近くまで来ると山々が映り、とてもきれかったです。八方池で十分に休息を取りました。ここから先は登山の装備と
技術が必要です。現在八方尾根登山口です。今から扇雪渓と丸山ケルンを目指します。1時間40分予定しています。登山口に入ってすぐからコースが荒々しく難しくなったように感じます。わー、綺麗。気持ちいいわ。あれ、森林限界を超えたのに樹林帯にまた入っていくような感じになりました。これは珍しい逆転現象だそうです。気候や蛇紋岩の存在が要因になっているとのことでした。下の看板、上の看板と樹林帯は続きます。紅葉の時期は登山者たちを喜ばせ、日差しが強い時は日陰になってくれています。いい道やわ。見えてきました、扇雪渓。お前、風がいきなりヒヤッと。ね、それね、うん。名前の通り扇形になっている雪渓でございます。扇雪渓の前で休憩されている方たちはたくさんいました。熱くなった体を冷やしているかのようでした。この雪渓は真夏でも雪が残っています。次目指すは丸山ケルン。扇雪渓から丸山ケルンまでは少し登りが強くなったかのように感じました。あった。1時間35分で到着しました。ほぼ予定通りです。紀州の大粒の梅干しを食べました。登山にはこんなに梅干しが体に染みるのかとしみじみしております。コンビニで売ってますので、行動食としておすすめさせていただきます。なんか砂浜の砂みたい、うん、すごいね。おう、なんでいきなりこんな砂浜の砂になったんやろ、うん、丸山ケルンを出発しました。今から50分かけて唐松岳頂上山荘に向かいます。荷物を置いて最終唐松岳に20分かけて向かいます。最高やねんけど。うわ、
ゃ歓声上がってるやん。うん、でもすごい綺麗。こんにちは。かっこいい。すごい。めっちゃ。あ、ちょっと鳥肌。すごい雲海。雲の上。うわ、近っ。よくあるわ、うん、すごい、うん、上から見おあれから松岳山頂や。があれがあれあれ正面の、うん、綺麗。流行る気持ちは抑え、まずは唐松岳頂上山荘に行ってチェックインを行い、山頂に向かいましょう。八方尾根登山口から唐松岳山頂荘まで3時間で到着することができました。荷物を軽くして、いよいよ唐松岳に登ります。唐松岳には少し面白い昔話があります。巨人のダイダラボッチが夜歩き回って仕事をしていましたが、仕事半ばで夜が明け、朝日が差してきたので、唐松の木を引き抜いて空高く投げたことからこの山になったという。そのため唐松岳という名前ができたそうです。ダイダラボッチと聞いたらもののけ姫を思い出します。まさにここはもののけ姫の世界です。ヤックル？ヤックル？といえばヤックルが現れ、私を山頂まで連れて行ってくれるかのようです。14時40分、唐松岳山頂到着しました。正面を見て、ひときわ目立つのが剣岳です。向かって左に、立山、薬師岳と続きます。北側には帰らずの剣、白馬三山が君臨しています。山頂で温かいコーヒーでも飲んでみませんか。乾杯。
40分ほど山頂で堪能しました。山小屋の晩ご飯の時間に間に合わなくなるので、夕日は山小屋の前で見ることにします。また明日、太陽と会う約束をし、見送りました。さて、私たちは山小屋に入り、晩ご飯を食べましょう。モルゲンロートが始まりました。山が最も美しく見える一つの瞬間です。太陽が昇るにつれ、色濃く染まっていきます。モルゲンロートのピークです。このように一瞬でピークは終わってしまいます。今日はとてもいいモルゲンロートを見させていただきました。朝ごはんの時間に押されています。急いで山小屋に戻ります。今日は唐松岳山荘最後の営業日です。いい思い出を本当にありがとうございました。今からピストンで八方池に下ります。昨日とは違い、ガスが一つもありません。いただきました。唐松ブルー。めちゃくちゃ綺麗よ。ほんまに綺麗。もうお願い帰らせてくださいやな。はい、帰りますよ。あ、山っぷ。
景も綺麗に見えたことやし、もう大腸にも会えたし、思い残すことはありません。もうガス上がってきた。八甲おばちゃんの散策、最後までご視聴いただきありがとうございました。どうやら私たちは唐松岳に気に入られたようです。素晴らしい天気でした。今度来るときは重曹かな。この唐松岳は初めての北アルプスを挑戦する方に向いていると示されています。皆様が挑戦されるときは同じように晴れていて、この素晴らしい景色を共有できたら嬉しいです。それではまたどこかのお山で会いましょう。ありがとうございました。